SFTS に感染し死亡したのは宮崎市保健所管内の70代女性と日向保健所管内の90代女性の合わせて2人です2人はいずれも今月中旬から発熱などの体調不良を訴え20日に SFTS と診断されその後亡くなりました2人とも自宅の庭や周辺で草むしりをしていたことが分かっていて ダニの差し口が確認されたということです県内で今年 SFTS に感染後死亡が確認されたのは初めてです県は長袖の着用や虫除けスプレーの使用など予防の徹底を呼びかけています